ある室さんと1対1のシーンを撮っている日に、えー、子供がいつ生まれるかわからない状況みたいなところで京都にいたんですよね、うん、それで、えー、とその日の夜撮影をしていて新幹線にま乗れたらまあ立ち会えるんじゃないかみたいな日がありましてあ、うん、まあでも、まあ、ちょっと厳しいかもなっていう時にうん、うん、室さんがですねとおそらく室さんが監督であったりプロデューサーさんだったり全スタッフの方に。 検討しで行こうと多分言ってくださって<ー>、僕が映る絵を先に全部撮ってくださって、検討しっていうのは、はいえー、林さんを先に撮ることですね。で急に現場の指揮が見たことないぐらい上がって <laughs>、えー、見て、<laughs> そうそうです。ですはい、うん、で室さんも、うん、その一分一秒でも時間を短縮できるように。うんうん あの京都の撮影所とかってこう役所の待機場所とかあったりするじゃないですか、はい、寒いからガンガンがあったりとか、はい、でもずっと室さん現場に立ってくださって。